キメキメのリアルガールズサイド3ミヨ攻略編を本日もやっていきたいと思います。前回は1年目最初の何もしなかったけど最初のバレンタインデーが終わったところですね。で、あれから本当は1回ね下校があったんだけれども、なんかまたさ会話がなくてさ、なんか同じタイミングでさカレンと帰ったらさ、カレンはさ教会の話してたのに、なんかミオはなぜか話してくれなくてなんだろうね、ちょっと普段一緒にいすぎてもうちょっと会話がネタ切れなのかしらで、今週は春休み前のね会話があるはずなんで、ちょっとそれはねどうにかして聞きたいな。よしよしよし、バンビ一緒に帰ろう。帰る。あ、ミオ。うん、一緒に帰ろう。明日の運勢占ってあげる。もうすぐ春休みだね。うん、待ち遠しい。私もだけど、ミオはなんで待ち遠しいの？宿題ないし。やっぱり成績良くてもやっぱり嬉しいんだ。もちろん、やりたいことに時間を使える。やりたいこと？占いの研究とデータ収集。いつもやってるよね。いつもよりもっと深くて濃いことができるの楽しみちょっと怖いね何するんだろう。よし、これで最後。ミオ、ちょっと見てもらえる？もう？ギフトの包装30箱もあったのに。綺麗。あと20分はかかると思ったけど、すっかりベテランやった。次の限定セットの内容一緒に考えてみる？いいの？大丈夫かな？そろそろステップアップ、バンビのセンス見たい。よし、頑張ろう。なんか今回バイトで怒られてないな。休みに入ったから、春休み明けの月光かな次はね。で、そろそろ喫茶店行きたいね。喫茶店の会話を回収したいですね、2年目なんでね。はい、じゃあ新学期を迎えまして、今週あるかな、下校が。休みって短い。もっと長ければいいのに。バンビと同じクラスになれるかな。星の声に聞くのもいいけど、楽しみにしておこうと思う。ミオ、同じクラスにさ、カレンとミオと一回もなれないよね、そういえばね。フォーはどうなのかしらね。ミシルちゃんとヒカルちゃんはどうかしら。お昼食べよ。ミオ、うん、そうしよっか。よし。あ、大阪先生、おっ。どうした、宇賀神。おっ。失礼します。え、ミオ、待って。先生、失礼します。おう、廊下走んなよ。ミオ、どうしたんだろう。バンビ、一
一緒に帰ろう。ちょっと1週間ずらしちゃったわよ、こんなイベントが入るから。あ、ミオ、じゃあお茶して帰ろうよ。それが最良の選択、バンビ、冴えてる。じゃあ行こう。久しぶり見た、怖いわねやっぱり。ところでミオ、何？じゃあ順番に聞いていくか。まずは食べ物だよね。好きな食べ物って何？酸っぱいもの。酸味って何かパワーを感じる。結構ね、あの女の人は酸っぱいもの好きな人多いよね。私なんかこれぐらいの年になるまで結構苦手だったんだけど、最近ね、やっと美味しいと思えるようになってきた。でもそう、なんかお酢をさ、めちゃめちゃかける人とか結構さ、女の人の割合が多い気がして、なんか酸っぱいもの好きな人多いよね。そうかな、酸っぱい梅干しとかそういうの。そう、あとはヨーグルト、柑橘類、酢の物とか嫌い。え？酢は嫌い。そうっすか。じゃあお寿司もダメなんだ。お寿司はいいの、嫌いな人なんていないから。難しいな、複雑だね。2週間後くらいかな。今週も下校があるみたいなんで、ちょっと祝日挟むこの2日間で出てくれるといいんだけど。出なかったね。あ、よし、バンビ、一緒に帰ろう。じゃあ、出して帰ろうよ。それが最良の選択、バンビ、冴えてる。じゃあ、行こう。ところで、ミオ、何？なんかこの最初の序盤の質問は聞いたことがある気がするんだよね。テレビはよく見るの？見ない。ラジオはよく聞く。へえ、どういうの聞くの？いろいろ、深夜の番組とか。ああいうのハガキ出したりするんだよね。ミオも出してた？中学の頃、メルメルファンシーランドっていう番組にイラスト…恥ずかしがってる？最近またあれだよね、多分ミオと遊んでないよね。ワンシーズンに1回ぐらいまで遊びたいよね。バンビ。あ、もしもし？何？あのね、ねえ、暇だったら今から遊びに行かない？ごめん、用事。マジかよ。ねえ、暇だったら今から遊びに行かない？ごめん、用事。ちょっとそろそろお願い。ねえ、暇だったら今から遊びに行かない？よし、よかった。じゃあ、今から行くね。うん。うん、また後で。よし、準備して出かけよっと。お、今日は映画なんだ。興味深い。それって、面白かったってこと？そうかもしれない。
そっか、じゃあ行こう。もうパンフレットは手に入れられるかもね。確かにね、ちゃんと買ったやつかな。あんまちょっと盛り上がってる様子はなんか一回も今のとこないけど大丈夫かしら。なんだか芸術のセンスが上がった気がする。そろそろまた下校があるかな。体育祭、体育祭もそっか、いいのか、聞いたから関係ないね。あ、よし、バンビ、一緒に帰ろう。あ、ミオ、じゃあお茶して帰ろうよ。それが最良の選択、バンビ、冴えてる。それじゃあ行こう。ところでミオ、何？ないでしょうね。スポーツって何かやってたりする？はぁ、やらない。ダメ、息ついて。じゃあ、見る方は？見ない。たまに結果だけをチェックするけど。勝敗を占って、その結果を知るために。そっか。やっぱり当たるの？野球、サッカー、相撲、競馬。競馬、やばいな。これは味方につけとかないと。ちょっと18を超えてから。ちょっとね、お願いしたいとこですね。うん。でも、興味ないから。ちょっとドキドキしちゃった。下校したばっかりだけど、また今週も下校がありそうなんで、すぐに出るかな。今週はバッチリ。今週は楽しかった。星の導きの通り。やったね。お、バンビ、一緒に帰ろ。あ、ミオ、じゃあお茶して帰ろうよ。それが最良の選択、バンビ、冴えてる。じゃあ行こう。ところでミオ、何？将来的になんか好きなタイプとか恋愛についてとかって質問出てくるのかな。ミオは音楽って好き？ううん、静かな方が好き。そっか、じゃああまり聞かないんだ。星の声を聞く邪魔になる。でも金属の音は好き。金属の音？どういうこと？ベル、そういうこと？鉄筋、シンバルでもいいけど、金属の澄んだ音。ああ、なるほど。金属じゃなくてもガラスのベルも素敵。うんうん、ガラスを引っかく音も。嘘。わからない？キーっていう音、例えばこういうグラスを。いいよいいよいいよ、ちょっと迷惑だからやめよう。やめて。どうして？変なバンビ。変なのは本当だよ。変なのはミオの方だと思う。じゃあまたね。なんか本当にずっと下校してるけど、また下校なんで。
やっと来た。ちょっと頼むよ。さっき断られた。みよ。ねえ、お茶して帰らない？よし、うん、行く。よかった。決まり。じゃあ行こう。ところでみよ。何？占いとかなんか星系じゃないの？ねえ、ミオの趣味って何？趣味？特技でもいい？うんうん、聞きたい。モノマネ。あ、そうきたか。あ、やってたかもね、そういえば。やってたっていうか、やったところは見てないけど。へえ、意外。動物なら任せて。ナッツの殻を割るシマリスは鉄板。結構自信持ってるね。やってやって。いや。そこまで言っておいてずるいよ。いや。うん。今は星の巡りが悪いから無理。モノマネにも星の導きが関係してるの？もちろん。本当かな？そうだ、メールが、調子が良かった時のメールが来てたんだった。今バンビが最も輝ける時期でも、あまり無理はしないでね、ミオ。これ一回しか来ないよね、多分ね。おっす、ウガジン。あ、大作先生、ミオ。お、お前か。おっす。おっす。ミオ？なんでもない。じゃあね。あ、ミオ？すみません。ミオ。気にすんな。ほら、追っかけろ。ミオ、どうしたの？大迫先生と何かあった？うん、違う。ごめん、私行かないと。悩みでもあるのかな。これ最後まで見たことはあるけど、ここまでだとなんか完全になんかミオが大迫ちゃんのこと好きなのかって思うよね。あ、なんかメールが来てる。前の空気が重い。この時期苦手。星は努力しない人には進むべき道を教えてくれない。テストの山を占えっていう相談が来るの、本当に困る。やだな、ミオ。なるほどね。だから期末テストだ、頑張ろう。なんか一回もミオが出てきたことないんだけど。こういう時に限ってね。成績は今のところどうにか。あ、飛ばしちゃった。今回はどうかな。前回1位だったんだけど。お、よし。あ、でも結構ギリギリなんじゃない？合格が80なのに。やった、学年1位。一生懸命勉強頑張ったかやったな。お、
れど。あ、ミオ。一番、すごい。星の導きと、バンビの努力。やった。ミオに褒められちゃった。今週は夏休み前の下校が出てくれるはずなんだけど、ちょっと今週はあれだな、夏休み前の会話は去年聞いてないから普通の下校だな。あ、よし。バンビ、一緒に帰ろ。あ、ミオ。うん、一緒に帰ろう。明日の運勢占ってあげる。もうすぐ夏休みか。ミオは何か予定あるの？バイトとクラブ以外？以外で。暑いの苦手。どこも行きたくない。じゃあ、インドアで楽しむ派だ。でも家にいると、お母さんの手伝いさせられる。めんどくさい。じゃあ、アウトドアで？やだ。はぁ、どうしよう。うまくいかないね。お？あ！お誘いかな？あれ？電話、ミオからだ。バンビ。どうしたの？今日、水族館に行く。バンビも来て。うん、行く。じゃあ、水族館で待ち合わせ。うん、わかった。また後でね。楽しかった。ミオの水槽を覗く顔、すごく真剣だった。見てたの？ごめん。でもね、大丈夫。可愛かったよ。やっぱり一人で来ればよかった。そんな。冗談。一人で来るより、ずっと楽しかった。あ、もう。バンビ、これ。今、売店で買ったの？あ、ペンスタンド？うん。可愛かったから。今日付き合ってくれた。お礼。わー、イルカだ。可愛い。うん。また付き合って。バイバイ。うん、バイバイ、ミオ。なんか、あれだね、向こうから誘ってきたときは割と盛り上がってる様子だけど、それとは有効だから盛り上がってなかったのかな、そんなに。なんかこっちから誘ったときは結構なんか、なんかちょっと仕方なく来てやった感があったけど、ちょっと来月あたりもう一回誘ってみたいね、こっちからね。バイトのイベントがあるっぽいですね。なんかプープー言ってる。ミオ、予約のケーキ詰めてあるからお客様が来たら私お渡しして。うん。私は厨房で洗い物のお手伝いしてくるからここをよろしくね。了解。あ、ミオ、お疲れ様。今日は忙しかったね。バンビの指示、店長褒めてた。もう一人でも店を回せるんじゃないかって。え？それは無理だよ。それくらい、バンビは必要とされている。パートナーとして、私も嬉しい。パートナーだって、嬉しいな。
だから今日遊びに行こうかな。夏になったから多分まだ行ってないしね。ちょっとセーブしとくね。バンビ。あ、もしもし。何？あのね、ちょっといずれバイトをクラブマスターが文化部のクラブマスターかなり大変なんだよな。ちょっといずれバイトをやっぱやめないとダメかな。ねえ、暇だったら今から遊びに行かない？暇、行く。じゃあ今から行くね。うん、また後で。よし、準備して出かけようっと。あ、また映画？興味深い。それって、面白かったってこと？そうかもしれない。そっか。じゃあ、行こう。やっぱ、それほど盛り上がってないね。もらえるものがこうやって違うだけなんだ。行ける場所が違うのかと思ってたけど。そういうこと？そうなんだ。PV 特集冊子。なんだか芸術のセンスが上がった気がする。そういうことか。じゃあ行けるところはもしかして3カ所ぐらいしかないのかな。ちょっと、そうね、そうかもしれないな。じゃあ、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。